も手も指も足も動かんのじゃ。証言を聞く会はシンガーソングライターのヒッピーさんが2017年から主催し、毎月6日に開催していましたが、新型コロナで中止やオンライン開催が続き、昨日3年4ヶ月ぶりの対面開催となりました。会場は満席で、参加者は原爆の子の像のモデルで12歳で亡くなった佐々木貞子さんの兄正弘さんたちの証言に熱心に耳を傾けていました。生きられませんでした。ずっしりきてます。自分の中でももうゆくゆくは戦争を知らない人たちばっかりになるので、もうやっぱりね、若い世代に聞いてほしいって思った。ヒッピーさんは被爆体験を話せる人はわずかしかいない、僕たちが事実を受け継ぎピースアクションをしていかなくてはいけないと話していました。